皆さんこんにちは。今日は大磯の吉田茂邸に来てみました。一度焼けて再建されたと聞いてるんで、とても楽しみです。それでは一緒に歴史を感じてみましょう。皆さん、今日は吉田茂邸を見てきました。意外とコンパクトでしたが、庭は十分散策、宮台すると思います。またバラ園もあります。素敵です。驚いたのは道路を隔てて、反対側に三井の実はまた広い別荘があるそうです。また今度そちらにも行ってみたいと思います。それでは皆さん、この歴史をいろいろ決めてきた吉田茂邸、そしてその次にまた他の和風も楽しみましょう。それでは。